はい、というわけで今回はですね、どうでしょうかじゃな。こちらかな。まあ、これに対してあえて言うね、こう言わないかな、ちゅうかなと思うんですけど、トミカでもありますからね。で、これは、コナミの、メーカー。コナミって言うとゲームのメーカーとして有名なんですが、そのコナミが、いろんな車をありまして、で、通常のトミカではないんだけども、他にもアルテッチャとか、このライオバはじめアルテッチャとか、いろいろあったんですね。で、トミカにある車種もあるんだけど、トミカにない車種が確か3車種ぐらいあったのかな。で、それで、それをだけを見つけて、こう、買ってきましたね。まあ、これもジャンクで、108円ぐらいでした。安かったですね。ほとんどこれ、これ系、ジャンクで買ってきたものもほとんどあるんで、まあ、よくこういう系、ジャンクで買ってき、て見つけられたなと思うね。うつああいう系のものって、そういうところでもなかなか見つからないっていうとかあったりね、することがあったりするから。まあ、何しろ、これ圧倒的にトミカが多いですからね。だからそういうので考えても非常にこれは不思議だったなと思うんですけども。まあ、そういうのがあったりなんかして。まあ、オークションで買ったものもありますけどね。まあ、これもこれでなかなかいいなっていう感じ。で、まあ、もともとはトミカ、コナミのミニカーとして出されたのは、まあ、お菓子売り場で、まあ、ガムかなんかだったんじゃないかな。で、それを、のお菓子を買うと、このミニカーがもらえましたよ。もらえるよじゃない。ミニカーが納車できるよっていうか、まあ、そういう感じだったんじゃないかなと思います。これもこれでなかなかね、かっこいい。ライブかっこよくて好きなんで、まあ、これもいいなっていう感じで、納車しておりました。やっぱりいいね、ライブな。ライブは初代からずっといいなと思ってたけど、これもこれでなかなかかっこよくてね、いいなって思っててね。まあそういう中の時代であるかなと思います。はい。というわけで、今では貴重なコナミのミニカーでした。どうもありがとうございました。